どうも皆さんこんにちは、コスケです。今日はタイトルにもある通り最強のブロードソードを作っていきたいと思います。ブロードソードってね、この鉄1個でできる、まあね、言ったらもうめちゃくちゃ簡単な初心者さんがまず一番最初に作れる武器なわけよ。で、これをちょっと作る段階でもう強化しまくって、この世界に1本しかない最強のブロードソードを作っていきたいと思います。まず皆さん、まずこのグリッタ奇跡っていうのをね3個入れます。で、これまあちょっとね、細かく説明すると、ちょっと、もうほんと、わかんないんで、とりあえずグリッタ奇跡を3つ入れて作ってください。で、これで、今、射程が、3個分伸びた状態になります。で、基本的にこのゲームのグリッタ奇跡は、6個までしか使えません。で、武器を強化で、入れますと。で、グリッタ奇跡を、もう1個。もう1個入れます。で、ここで、4個分。で、プラスですね、ここでこうやって入れてしまうと、これ効果、これまで入れてしまうと効果ないんですよ。だから、倍鉄を使って、さらに今の2倍だから、2個分使って、これで6個。射程がやばい。これ神射程です。で、射程伸ばしたところで、次、必要な最強アイテムですね。これね、僕の動画で何回も何回も出てきてるんですけど、これ、豚の小瓶。これ全ての状態上を 10% つけます。で、プラス、ここに、10倍鉄は、前に入れた効果の8倍。なんで、10% 上がってて、さっき、これの8倍なんで 80% 上がるんで 90% になります。全属性以上。うん、全状態以上か。で、これ。愛の結晶。これは敵を攻撃した時に回復できる効果がつきまーす。で、これ、ヌッシーの鱗持っとったっけなぁ。あるわ。これ、ヌッシーの鱗も、吸収攻撃 10% なんで入れまーす。で、あとはね、正直、今何レベだ？7レベだから、あと3か。あと3個入れるんですけど、今、ブロードソードの攻撃力が360なんで、そうだな、なんか攻撃力上がる系のやつでも、とりあえずぶち込んどく。いや、ちょっと待って。今、状態上が 90% だろ。これで全部 95% にして、少しでも上げて、で、これ、この爪で、195、で、このハサミ、いや、ハサミじゃねえよ、このポチリや。で、この竜の角で、100。できた。で、完成したのがこちらになります。ドドンと。攻撃力990。魔法攻撃1800、高いな。で、全部の状態上が 95% で、気絶攻撃っていう即死攻撃も 10% 乗ってると。さあ、試し切り。これ最強のブロードソードですよ。おら！これすごない？楽しくない？え、しかも HP の回復量5000？え、すごくね？高っ！4500。これさ、まあ、問題はね、この、シアレンスの迷宮で使えるかどうかなんですよ。いや、勝てるよな。余裕だわ。唯一このハーディスっていうキャラは硬いからあれなんだけど、全然いける。やばい、ちょっと、もっと。ボス級モンスターを倒すよ。46000出るならめちゃくちゃ上々でしょ、これ、会心で。OK。強っ。全然強い。まあ、こんな感じですわ。皆さん。で、相手がね、やっぱ動けなくなるんよね。この状態以上の力で。こいつはちょっと状態以上期間的やからあれやけど。ということでね、敵のレベルが8000とかあるところでも、結構ね、強気で使っていける武器完成しました。神のブロードソードです。以上。